はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もうすぐね、5時ですね。はい、今日はもうちょっと遅くまでですね、仕事をしてても支障がないんですけど、まあやる気ないんですけどね、あんまりやる気ないんですけど、時間はあるんですよ今日は。まったりとはしてないな気分は。行きましょう。ダイヤモンドオンラインでございます。私はね、ダイヤモンドオンラインほぼ記事書いてません。過去にはあったかもしれませんけども、ダイヤモンドの紙の本誌にはね、ガツッと書いたことありますけど、でもそんなに最近あれですね、ダイヤモンドの人と話した記憶はもう1年ぐらいないような気もしますね。で、東洋経済にもですね、もうしばらく縁がないんですよ。で、先日ある私が原稿を書かせていただいているメディアの方が、坂井さんがよく書いてらっしゃるダイヤモンドや東洋経済のように、売り場どうのこうのとかって言われたんで、いや書いてへんねんけど、俺は書いてへんねん。私が書いてんのはザクザクとポストセブンと現代ビジネスですね。時々アイラーですね。でから日経スタイルですか。日経スタイルなんか間もなく終わるようでございますけど、あと2回ぐらい出たら終わるようでございます。はい、別にいいんですけど。さて、そのダイヤモンドオンラインでございまして、日本人の違うごめん、中国人の日本ブランド振興が崩壊し始めた本質的な理由というタイトルですね。今日ですね、25日の4時55分、今朝出た記事でございます。これ皆さん4時55分やったら朝早くから仕事してるやんと思うかもしれませんが、そんなことはないんですよ。4時55分に上がるっていう設定すればいいだけの話なんで。はい、久保田純正さん、読み方違うかもしれませんね。純正、順番の順に生きるという字、ノンフィクションライターの方がお書きになった記事でございます。ちょっとまあ触り、長い記事なんでね、ちょっとかいつまんで。あれ、すいません、ちょっと、すいません、最初のページに戻る。はい。先日中国 SNS 消費変化を移す日本ブランドに陰り、過去日本経済新聞1月27日という興味深いニュースが報じられていた。11月の独身の日の前後の1ヶ月間、中国の消費者の思考を反映しやすいとされる SNS ビゾウェイボ、美白ウェイボでつぶやかれたブランド名を分析したところ、上位30位に日本からランクインしたのはユニクロ9位、資生堂29位のみ。しかも両ブランドとも昨年と比べてランクを下げているのだと。代わりに台頭してきたのが中国や韓国のブランドだと。独身の日ってございまして、これなんかものすごい今の中国で一大消費イベントなんですよ。11月11日らしいです。1111でシングル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 ということですね。だから独身の日らしいんですけど、その日にですね、その中国のアリババみたいなところがですね、大キャンペーンをやるんですよ。今日買うてくれたら何割引きやでみたいなですね。それでですね、何兆円ものですね、何兆円、この前2桁言ってたんちゅうことかな、十何兆円ものですね、売り上げがそこの1日で達成できるっていう恐ろしい日ですね。私は思うのは、ね、よくシステムを持ってんなと思うんですよね。そんなギャーッと集中してきたら普通落ちるでしょう。よっぽどこのそういういくら来てもええように大容量のあれをメモリーを備えてやってるんでしょうね。この辺よう知りませんけど。で、日本のその前後に、独身の日前後にですね、これはつぶやかれたブランドで、ね、まあツイッターで業者出てきたという解釈でいいと思うんですけど、まあ向こうツイッターじゃなくてウェーブなんですけどね。で、それつぶやかれるということは話題になってるということなんですね。で、それが日本ブランドが出てけえへんやん、なんでっていう話です。で、これは、そう、日本ブランドに陰りが出てんのちゃうのという話なんですけども、ここで Z 世代という言葉が出てきます。Z 世代、向こうの消費の中心らしいんですよ。どこやったかな。1995年から2009年の間に生まれた
すみません、ちょっとあれなんですよ。こうやらんとね、メガネの過ごしも見えへんのですよ。偉そうにしてるわけちゃいますからね。人間は偉そうですからね、私は。はい。Z 世代とは1995年から2009年の間に生まれたソーシャルネイティブ世代で、主力ではなんと日本の全人口の2倍弱となる約2億6000万人もいる。そうですね。2億6000万人というと2倍強ではないですか。今日本の全人口は1億2500万人と私は理解してるんで、2倍だと1億5000万人ですから、2倍強ですよ、うん、もういらっしゃるわけです。で、1995年から2009年のお生まれということはですね、今の、22歳からですね、26歳ということですか。ね、いわゆる20、そんな業者おんのむちゃくちゃ多いやん。ちょっと22歳から26歳でしょ。わーお、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 思ってんのかな。2009年、あ、ちゃうわ。2009年生まれって言ったら12歳か。12歳から26歳。うん、そう、あんまりお金持ってないんちゃうんですか、それ。はっきり言うて。12歳とかやったら親からもらう小遣いだけでしょ。うん、でも2億6000万人、まあ親がね、最近中国って一人っ子政策で、親が、あれですね、あれなんか面白い記事見つけたわ、オープンハウス、狭小住宅は爆売れの秘密って、あとで読まな、まあええとしてほしい、親がでもね、子供を甘やかしてるんですよ、中国は今。はい。でこの世代ね、何がね、意識するかっていうと、分かりやすいのが、がん地経済だって、がん地、顔の値という、がん地でいいんかな、顔の値経済、これはですね、その結論的に言うとね、商品パッケージがね、大事だと。いうことで、その日本はすっきりとシンプルなデザインが多いんですけども、The History of Who という、これは韓国高級化粧品ブランドらしいんですけども、を見ると、宮中秘伝の漢方薬配合というコンセプト通り、絶対そんなほんまちゃうとは思うんですけど、日本ブランドであまりお目にかからない凝ったパッケージデザインで、ボトルなども宮中を思わせるクラシックな印象を受ける。日本でその宮中みたいなことを思わせるようなデザインをすると、よっぽどうまいことやらんと、なんか安っぽくなりますけどね。ちょっと見てみたいわそれ。ちなみに日本で定期的に化粧品に関するネット調査をしているマイボイスコムのリリース20年9月10日によれば、日本の消費者が化粧品で選定するときに重視するのは肌との相性が 59.3%。 そうですね、女性の肌聞いてるとそれですよね。使用感、使い心地、効能、効果、価格の適正さが4から5割で、パッケージという言葉は出てこないね。資生堂の化粧品ってそんなに綺麗なシンプルなデザインですけど、そのパッケージが凝っていると、まあ凝ってるは凝ってるんですけど、見えないところで凝ってるんですけど、派手さというものよりも、なんていうか、こう上品さというものを追求してますよね。だそれがその中国の方には今一つ受けが悪いんちゃうかということでしょうね。でですね、最後になんかこれこじつけっぽいんですけど、日本のおもてなしは世界一だというから、日本に行くことを楽しみにしていたがって、ある人の話ですね。実際に訪れてみるとその印象は変わったという。宿に泊まると料理は全て決められていて、ほとんど選択の余地がない。レストランでも店側が決めた定食やセットの中から選ぶという方式が圧倒的に多く、料理についてこうしてほしい、あれを変えてほしいということを言うと、かなり厄介な客だと思われてしまうことにちょっとした違和感を覚えたのだ。これは一面しか撮ってませんね。その辺の定食屋に入ってね、魚の焼き方変えてくれって言われたら、それは変やん。そんな変やん。どうでしょう。ね、ちゃんとしたね、レストランに行ってね、
そうですね、ターンテーブルに一人ぐらい植えてあげるようなね、レストランに行ってね、上でね、この焼き方はこうしてくれとか、ああしてくれとかって、そう言ったらちゃんと言うてく、言うことを聞いてくれますよ。簡単には餃子は黒い焦げができるまで焼いてくれとかね、もうちゃんとやってくれますよ、当たり前ですけど。これは安い値段で、ね、やろうとしたら、そんな決まったもんやん、当たり前やん、そんなんと。でこんなこと書いてます。要するに日本のおもてなしというのは客側の要望をほとんど通ることなく、そんなことはない。店側が良いと言えるサービス、食事が一方的に押し付けられている印象を受けたというのだ。それはあんたが貧乏旅行したからよ。そんなもんお金出しな、お金出したらいくらでも我慢を聞いてくれんだよ、ほんまに。ねえ、いつやったかな、六本木のね、なんかすごいとこ連れてもうてね、なんか展望レストランみたいなとこ入ったんですよ。いやーすごいわーと思って、会員制ですよ。で弁護士の先生、弁護士私みたいな飯食うててですね、で私の時チャーハン食いたかったら、チャーハンって言ったらメニューにないんですけど、ちゃんと持ってくるんですよ。向こうの方に中華の豪華なのありますから、そっちから持ってきますって持ってきてくれる。そうなの、別にだから別にないもん頼んだってちゃんと持ってくるわけですよ。だからもうそのチャーハンあれいくらやったかな、値段見てへんやん、見てへんけど多分3000円ぐらいじゃないですか。まあ美味しかったですよ。でもその辺の中華屋で700円で食うチャーハンと比べて、700プラス3000の価値があるかと、700対3000の価値があるかというと、それはちょっと疑問でしたけどね。麹町のあれですよ、 MX テレビの近くの中華屋で食うチャーハン抜群にうまいですよ。まあそれは置いといて、あれ750円やったと思いますけど、日本ブランドに本当に必要なのは発信力やマーケティング強化よりも多種多様な価値観に対応できる柔軟さなのかもしれない。なんか偉そうな書き方ですね、これね。まあいいけど。読んでください。これダイヤモンドオンラインの記事でございます。1ページ目を貼っときますんで。まあ、内容、看板のタイトルの割にはですね、内容に今一つ深みがないかなという記事ではございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。